主に息子のたかり、うん、おじいだけって。たま、たま元気ないんだよ今日は。たま元気ない。元気ない。うん、ご飯少しずっと寝てた。寝てたんか。うん。たままだ来たんだけど、ご飯食うかなと。ご飯食うかね缶詰。うん、一回当てはしので。お？当てはしので入れてみれば。これ新しいんじゃないの？あ？これだよ、これも。あ、うん。食えるかな？ちょっとやってみるか。たま、ちょっと待って。はいはい。ちょっと待ってね。たまちゃんね。うちの可愛いたまちゃん。はいはい。ダンロップケイティ、プレゼントございます。ありがとうね。今日はパジャマじゃないってね。今仕事から帰ってきたんじゃないの？うん、トンチキさん、はい、相原さんの方が大人気だったよ。はい、じゃあおじいに出てもらったら閲覧増える？閲覧とナイスね、増えるね、増えるかしらね。猫に餌くれきちゃう。たま食やしねえでくれたって。くれたって増えねえよ。うん。猫食わねえ、食わねえ。ちゃんちきおじいも。どこ行って。ちゃんちきおじいがよ。今何時だ？6時半に終わって、今13、14、15、16、17、18、19、20、21、9時？9時19分までかかるんかい。6時半に終わった人がパチンコやってきたんだんべ。なあ、優しかねえよねえ、うん、ありがとうありがとう、うん、だってさ、6時半に終わって今帰ってくるってのはおかしいでしょ、うん、笑うって悪口言ってるじゃねえぞって、あの野郎、人から金借りてってよ、今日1万貸したから5000返すよ、おめえ5000返してくれっつうの。1万貸したんだからいつ返してくれんだよ。まあ俺は人から金借りたことはねえよ、一回も。金貸してもらわない。おじさん、お釣り持ってきた？何が？何がってあんた、今日5000円やったの。5000円だよ。だから5000円、あの5000円持ってくるって言わなかった？1万買ってね。だから15日に15万払ってたもん。15万じゃ合わねえだんべ、今日1万返してよ。15万じゃお前合わねえだんべ。返すもん返して15万だろ、わかるよ。バカじゃねえお前。ずずしいお前。ずずしいって人の金をね、1万借りてよお前。おかしくねえかい。おかしくねえよ。借りた金は借りた金だぜあんた。冗談じゃねえよお前。人を騙すんじゃねえこの野郎。まったく止めくんな。あ、金にルーズ野郎は。ねえ。冗談じゃないよ。何が15万だよ。何が一月15万じゃねえだろうね、この野郎。2で割ってみろ。7万5千だんべ。今まで10万だろうね。一月5万だで。5万でよ。人のね、カードでよ。ねえ。おめえ、ビール飲んで、飯食って、テレビ見てよ。みんな支払いはこっちだよ、この野郎。冗談じゃねえよ、ほんと。冗談じゃねえ。ねえ。頭へくるよね。だって貸したんだよ、今日。金貸してくれっつうから5000円。5000円ねえから1万やったら、あの、あれだよ、500、じゃあ5000円持ってくるからっつって。今返すのが普通だよね、言ったんだからね。私とから金借りたこと一回もないからね。貸してくれなんて言ったこと。あくららちゃん、身内でもお金だらしないのは頭にくるね。ほんとだよ、くららちゃん。ね。そうだよ、仲良しじゃねえよ、あんな金にルーズな野郎よ。相原、ばあさんナイスって。ねえ、
妖精さん優しすぎるんですよって。そうかね、だから貸してくれって言うからさ、1万円貸したんよ。5000円つったけどなかったんだよね。なかったから1万円やったら、じゃあ5000円お釣り持ってくるっつって、持ってきねえじゃねえな、頭くるよね、ほんでこないだもそうだね。こないだも私1万円ここに置いといて、ほいで医者行ったんだ、ナス原にね。医者行ったらさ、あのあれ、医者なんて1割負担だからさ安いでしょ、8000円ぐらいあったんじゃないお釣りが。ほいでテーブルの上置いたら、おいここに金が置いてあるぞっつうから、置いてあったってしまえねえんだよって、あの足が悪くて財布の中へしまえねえんだっつったんだよね。それ知らねえ前になくなっちゃったんよ。どうしたんだいっつって、あプリンちゃんありがとう、ナイスポチ来たよって、ありがとう。だからさ、おらのあれだめ、どこ行ったんだいっつったよ。そしたらさ、あ俺さ、あの電車賃ねえから、あれ俺、つって取っちゃったんだよね。取ったって構わねえよ、自分で働いた金気持ちで1万ぐらいでもいいからよこしときゃ、取ったって構わねえ。私が働いたお金一切もらってないからね、月が変わっても金はもらってない、全部私が払ってるね。こういう男だよ二人とも、あっちもクズね、大変だよ私はね、ストレスたまるよね、愚痴ばっかりってトンチキさんが、じゃあこういう愚痴言うような人とあなた暮らしてみなさいよ、私の気持ちわかるから、ね、はあ、わ何愚痴言いたいよねって言いたいよね、クララちゃんね。だってさね、私お金貸してくれって人に今まで生きてきて一回も言ったことねえよ、誰にも言わねえよ私は、一生懸命働いて。だってお金貸してくれっていうことは人に言うべきことじゃないよね、自分で何とかすべきだよ、使い方で。そう思わないね、愚痴こぼさないとやってられない。そうりゅうちゃんの言う通り、クララちゃんの言う通り、私もないよって妖精さんのお気持ちわかる。そうだよね、私の人に金貸してくれなんて一回も言ったことない、今まで生きてきて。そうだよ、ちょっとね、ちょっとだらしねえね、金にね。